ハルシャーリー・マルホートラは、インドのボリウッド映画、テレビシリーズで活動する子役、モデル。2015年公開の、バジュランに、おじさんと、小さな迷子で、サルマン・カーン、カリーナ・カプール、ナワズ・ティーン・シティ・キーと共演し、映画デビューを果たす。彼女はインドで迷子になり、サルマイ・カーンに演じる、主人公、パワンヌ・タスケを借りて故郷に帰ろうとする。 パキスタン人ムスリムの少女、シャヒーダを演じており、5000人のオーディションの中から起用された。彼女の演技は絶賛され、フィルムフェア賞最優秀新人女優賞にノミネートされ、スタースクリーンアワード最優秀子役賞を受賞した、他、複数の映画賞にノミネートされている。2018年には、アルジュン・ラーム・パールと共に、ナスティークに出演することが発表された。 クブールハイ、ラウトアオ、トリシャーなどのテレビシリーズにも出演しており、フェアラブリー、ペアーズ、HDFC 銀行、ホーリックなどのテレビコマーシャルや、シャーン・シャヒードや、イスマット・ザイリと共に、パキスタンのコマーシャルにも出演している。ありがとうございます。